予備役ブルーリボンの会シンポジウムのご案内です。来る12月10日金曜日19時から20時30分まで防衛省内の会議室において予備役ブルーリボンの会のシンポジウムを開催いたします。登壇は前統合幕僚長の河野克俊さん、元空将の織田邦夫さん、それから特定失踪者家族会の竹下事務局長、そこに当会の荒木代表が加わりましてシンポジウムを行ってまいります。司会は私桂木奈美が務めます。防衛省内の開催ということで申し込み完全予約制となっておりまして、期限が11月30日になります。どうぞご注意ください。それまでにですね、どしどし多くの方にお申し込みいただければと思います。詳しくは予備役ブルーリボンの会のホームページをご覧ください。それではお待ちしております。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。レムラ君と怪しい仲間たちの時間です。本日も出演は、はい、予備役ブルーリボンの会代表の荒木和弘と幹事長の桂木奈美とレブラ君です。そして本日のゲスト、先週に引き続きまして瀬波優子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。いやー、今日はね、もうズバリの拉致問題について聞いていきたいと思うんですが、瀬波さん、この拉致問題のことはどんなふうに受け止めていらっしゃいますか？はい、私自身ももう22年くらいこちら の、うん、運動に関わらせていただいておりまして、うん、もう初期の頃からもうみんなで一緒にこのブルーリボンがまだこういうバッジができていない時に、うん、まだ布製だった時にこう布をこう丸めてピンで留めたりですとか、そのくらいの頃からずっと皆さんと一緒に、うん、運動させていただいておりまして、最初の一歩はどうやって始まったんですか？はい、最初の一歩は、うん、こうした遺骨収容の活動ですとか、うん、そうした自衛隊の試験を受けたりだとか、うん、そういったことをする中で、うん、自衛隊の試験を受ける前だったかな、うん、もう少しの前の段階で周りの方々が、うん、拉致問題にずっと関わっていらっしゃって、うん、それで一緒に参加することになったんですよ。刺激されたって感じですかね。そうなんです。で、実際に、22年間か携わってきて、今どんな風に感じてますか？まず22年間続くと思わなかったので、これだけ国民の世論が少しずつ高まっていく中で必ず解決するというふうに毎年思い続けてここまで来てしまったということに、怒りを感じたり諦めをなったり、そんな思いをずっとこう繰り返しながらここまで来てしまったなというのが正直な気持ちですね。で、先週もご紹介しましたが、佐波さんは予備自衛官でもあるんですけれども、自衛隊とその拉致問題の関わりについては何か思うところはあったりしますか？やっぱりこの自衛隊というものが日本を守るという位置づけで存在しているのですから、やはりその日本の中に当然国民も含まれているわけで、やはり自衛官が救出できないということに対して大きな疑問と、そして憤りは感じるんですよね。それは自衛官にということではなく、この日本の制度にということなんですけれども、なぜ日本人が拉致されて、それでそれを自衛隊が救いに行けないのか。はい、どうしたらこの状況を変えて動かしていけると思いますか？はい、やはり一番は憲法を改正することだとは思ってはいるんですけれども、それにはやはり膨大な時間がかかってしまうと思うんですね。ですので、まずは憲法よりも憲法の解釈なども含めて自衛隊が行けるような、そんな法解釈を作ることが大事だと思うんですよね。で、この間奈美さんも産経新聞に書いておられましたけれども、うん、アフガニスタンの時の今回のことで自衛隊が邦人救出に行きましたよね、輸送に行きましたけれども、そういった前例を作ることによって、うん、いつかきちんと自衛隊が北朝鮮まで、輸送でも救出でも行けるような形にすることが大事だと思うんです、うんうん、で、今回というかちょっと時間経っちゃいましたけど、衆院選でも各党が実はあまり話題にならなかったけれども、その拉致被害者救出についてどうするかっていう
こう一覧表があるんですよね。あ、そうなんですよ。で、今後拉致問題にどう取り組むかという一覧表があるんですけれども、まあ、どの党ももちろん救出をしたいという気持ちがあるのは分かるんですね。ただやはり例えば共産党のどう取り組むかというアンケートなどを見ていきますと、どうしても植民地支配の過去の生産と合わせましょうというようなことも言ってまして、私はなぜそこでそれを出してくるんだろうっていうことがもう本当に疑問でしかないんですね。で、まあ、そうした共産党なりに、まあ、北風と太陽のように、まあ、そうしたこう対話をする中で救出しましょうというようなそんな思いがあるのかもしれませんけれども、ただやっぱり私としてはそれはどうしても納得できないんです。で、それはなぜかというと、例えば日本の中でもし誘拐事件なんかが起こったとしますよね。で、その誘拐事件の犯人がその家族と前からこう何かこう交流などがあって、その家族から何かもしこう嫌な思いを受けていたと、そういうようなことがあった時に、ではその報道機関がその誘拐された子どもさんの親御さんは過去にあったことをまずは誘拐犯に謝りましょうだとか、そんなことは絶対言わないじゃないですか。もう誘拐は誘拐で犯罪だとして、何個子どもを救出するっていうことを第一にメディアも警察も考えると思うんですよね。なのでこの拉致問題と、なぜここで植民地支配の清算という言葉が出てくるのかと。ですからやはりまずは拉致問題ということを、まずは私はこう誘拐の刑事事件だとして、しっかりと外交というよりもまずは刑事事件として取り組んでいくことが大事だと本当に心から思っています。荒木さんどうですか。まあ、日本政府はね、北朝鮮と交渉とすら言わない、協議って言ってよね。誘拐犯とね、被害者を取り返すための協議をするっていうのは、最初からだからそういう気があんまりないということですね。そうか、まあ、これはもう世論で変えるしかないんですよね。ちょっと今の点実は気づいてませんでした。交渉とすら言ってないんですね。協議か。だからね、金正恩委員長と条件をつけずに向き合う、別になんかね、にらめっこしてもしょうがないね。にらめっこで勝ったら返してもらえないですよね。そこじゃないけど笑えちゃうぐらい情けない対応ですね。本当ですね。だって国内で誘拐犯がいたら、もう即犯人として扱うのに、なぜそれが海外の人が誘拐をすると協議になってしまうのか、それが本当に信じられないですよね。で、津波さんは救う会の皆さんとも活動を共にされていることがあるんですよね。そうなんです。もう10年以上救う会埼玉の方で、埼玉の毎年行っている集会で司会などで参加させていただいているんですけれども、毎年毎年その参加者さんたちの様子を司会をしながら拝見しているんですけれども、もう本当に皆さん涙を流して、そしてこう 手をこう固く握って、なんとかこう救出したいっていう思いで参加されている参加者さんたちがたくさん埼玉県内にはいらっしゃって、そういう方々一人一人の思いにも応えていくことが大事だっていうことを毎年改めて思います。なるほどね。そこにご家族も当然いらっしゃってるわけですよね。特にご家族と触れてて感じることってありますか。そうですね、やはり今まで聞いた中で、本当に皆さんいろいろな心のお訴えをされていて、どれも一つ一つ心に突き刺さるものではあったんですが、その中でも飯塚浩一郎さん の、お話が私の中ですごく心の中に響いておりまして、飯塚さんが以前その飯塚茂雄さんと一緒にお父さんだと思って暮らしていて、ある時その海外に行くことがあって、戸籍を取り寄せた時に養子だということが分かって、それである時、その時はもう一人暮らしされてたのかな、実家に帰った時に、親父ちょっと聞きたいことがあるんだけど、っていうふうに言ったら、その朝食の後だったかしら、新聞を読んでいた飯塚さんがパタンってこう新聞を畳んで、ちょっと外に行こうかって言って外に出て、その今までの話をしてくれたと。で、その時の私の飯塚茂雄さんがこう新聞を畳んだっていうところで、その畳む瞬間にきっと、あ、とうとうこの時が来たかっていうことを飯塚茂雄さんも思われたのかなっていうふうに想像してしまったんですけれども、そんな風にこう日本にいる家族一人一人の人生というものを大きく変えてしまったんだなっていうことを本当に大きく感じたんですよね。確かにそれを思いますね。拉致被害者本人だけじゃなくて、その帰りを待ちわびている家族の人生も
本当にすっかり変えてしまってますよね。でもっと言うなら荒木さんのように長年この運動にもう本当に情熱をかけて、心からの思いを込めて取り組んでおられる皆さんの人生も変えてると言っても過言ではないなと思っています。情けないと思うだけだよ。はい、こんな状況をね、一日も早く変えていくために力を合わせていきたいと思いますので、最初の、ね、よろしくお願いします。本当に国民が外交頼みになってしまっている中、本当にこの予備役ブルーリボンドの会として、救出したいという、救出しようという、本当に実践としてされていることが本当にすごいなっていうふうに思ってますので、国民と一人としてこれからも応援させていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、ということで佐波さんにお話を伺いました。ぜひ皆さんもですね、この動画にいいねを押していただくとともに、チャンネル登録お願いします。またツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。